今日ですね、今本当に午前中に、緊急事態宣言の、延長対象の追加、まん延防止等重点措置の地域、まあ、新たな地域広げたり解除したりと、まさにまあこういうですね、重大な事態、そういうまあ時間を迎えているわけです。そして、もう本当にその状態の中で今衆議院のこの厚生労働委員会が、まあ、健康保険法の改正案について議論をしている。そして中身は後期高齢者の方の窓口の2割負担、まあ、この負担増についてですね、議論をしているということ、私も前回申し上げましたけれども、やはり今回もこれ本当にですよ、もう見ていらっしゃる人が何考えてるのとね、緊急事態宣言延長しなければいけないほど感染状況が厳しい中で、大臣がいや皆さん窓口負担2割になってもねとかいう話をしたり、そこに大臣を縛り付けていること、もうこのことがですね、もういかにずれているのか、もう本当にこれは私はもうもどかしい、悔しい、もう仕方がないです。でね、今本当にですね、この、まあ、緊急事態宣言の中で私も後で議論しますけれども、医療崩壊というのは、まあ、私の中では普段、できる医療ができなくなること、まあ、医療崩壊というふうに私は呼んでおりますけれども、で、まあ、高齢者の皆さんももうその中で、まあ、1年以上ですね、まあ、自粛生活をされている、引きこもり状態になっている、病院もなかなか定期通院も今行っていいのかどうか悩みながら定期通院されている、まあ、さらに今ワクチン接種については予約もですね、本当取れなくて、いつ自分はワクチン打てるんだろうか、順番がちゃんと回ってくるんだろうかということを不安になってるんですよね。でそんな時にですね、なぜ負担増の、それも今日採決をするという話も聞こえてきました。今神戸の、老人 の、 高齢者施設で13人の方がコロナで亡くなられたとニュース、大阪でも44名の定員のところの14人が高齢コロナで亡くなられた、こんな状態の中でまさか今日採決をするなんてことは私はあってはならないと思います。はい、今日まさにニュースは緊急事態宣言延長ですから、緊急事態宣言延長の時に衆議院の厚生労働委員会は高齢者の皆さんの窓口2割負担を強行に採決をした、これが本当にメッセージとしてニュースとしていいのかということをぜひここにいる理事委員の皆さんには強く考えていただきたい。命を守る、健康を守る、それがこの厚生労働委員会であり厚生労働省なんだということをしっかりと言えるようにですね、皆さん、考えていただきたい。強行採決されるなどということはないように強くお願いを申し上げておきたいと思います。はい、そしてですね、やはりまずは先ほど私3人目になりますけれども、ほぼほぼ皆さんがコロナ関連の質問をされております。つまり優先順位がどうしてももうここにならざるを得ないんだ、まあ、私もまず先にこの話をしていきたいと思います。はい、1週間にですね、今約150人でしただっけね、ぐらいの方が亡くなって、だいたい1週間に1日に20人の方が毎日毎日毎日大阪ではコロナで命を失われている状況、また発表によってはですね、ちょっとばらつきがあるんですけど、40人とかねお亡くなるんです。4月29日だと49人の方亡くなられて、5月1日でも41人の方が亡くなられている。で、総感染者数は今もう大阪8万6000人になったんです。これ100人に1人の方が感染されたということです。救急車呼んでももう運ぶ場所がなくて、今待機センター2カ所目できました。コロナに感染しても行政検査を終えるまでに1週間かかる状態は結局1年経っても変わりません。で、自宅療養の期間が終わる頃に行政の支援策、例えば食料どうしますかとかが10日ぐらいの時に来るぐらい保健所はパンクしている。感染しても重症化しても入院できるかどうかわからない。そして通常医療はもうすでに制限されている。大学病院の ICU がコロナ病床に変わる。自宅で亡くなる。これが変異株に置き換わった大阪の状況であり、まあ、本来はこんな状況になる前に食い止めなければならなかったと思います。で、大臣にお聞きしたいんですが、5月4日大阪府の入院率は 10% になりました。つまり 90% の方入院できていない状況が生まれました。これはもうやっぱり今も支援していただいておりますけれども、さらに、この支援策は強化しなければ大阪の医療崩壊は止まらない、そういう状況になっているかと思います。実はオリンピック
ピックパラリンピック今回の東京大会の最大のですね、売りの一つはですね、まあ、おもてなしということなのでホストタウンをやるんだということで、まあ、例えばホストタウン交流をするんだと各自治体とね、来た選手団が交流するって言ってるんですよ。でこれどう書いてるかというと、日本の自治体と世界各国地域の方々が交流しお互いを学び合いお互いを思い合い大会史上初の取り組みとして世界に誇れるものである。でこれをねまだやるということを言っておられるわけです。でいやルールブックも改定されました。でルールブック改定の中には確かにホストタウンのことも少しは書いてあるんですけれども、一方で、例えば、まあ、これ私、なんというかこうオンラインのなんかこう自動翻訳で翻訳した文章、これね今英語版しかないんです。早く日本語版を作っていただきたいということもお願いしておきますけれども、感染症のリスクを軽減し安全にゲームを成功させるために滞在機会を最小限に抑える必要があると。出発から目的地に到着するまでの間、衛生面や距離の取り方など、プレイブックや日本の、当局からの指示要請に従ってくださいということで、なんかね私たちも今報道ではこれちょっとバブル方式でやるんじゃないのと、まあ、選手村があって、練習場があってで大会会場があってそこぐらいしか行かないんじゃないかなと思いきや、実はホストタウンはやると言っているわけなんです。まずホストタウンになっている自治体の数、また今ですね辞退した自治体があるのであればまずこの数だけ教えてください。三谷内閣府大臣政務官、お答えいたします。ホストタウンの登録については大会の延期が決まってからも、少しずつ増えてきておりまして、2021年4月27日現在で登録件数が456件、自治体数としては528となっております。そして辞退した自治体の数でありますけれども、現時点のところ、ございません。つまり400以上の自治体に選手団はやってきて交流をするということが未だに計画をされ、そして4月末の時点での改定でもこれはそのままやるんだということなんです。で、例えばですねこの受け入れマニュアル、ホストタウンの受け入れマニュアルを見ると、東京大会出場後から帰国までに例えばいろんなことをやってくださいねという中に、例えば食事の提供を伴うものっていうのがあるんです。でね、そば打ちするとかね、おにぎり作るとか、茶道体験、給食交流と、でそこには作業食事中の会話を抑制し社会的距離の確保をして、いや本当にこれだけで、いやこのバブル方式って言っている割に全然バブルにもなっていない、もうなんかこう抜け穴だらけね。まあボランティアの方のワクチンどうするのかとか、そんな細かい話もあったりしますけれども、これはもうさすがにですね自治体の負担重すぎると思うんです。これはもう現実的ではないと思います。ホストタウンは中止すべきではないでしょうか。ホストタウンにおいては、選手と住民双方が、安心して交流を行うために、選手の入国から出国まで移動、宿泊、練習など場面ごとの感染防止策の実施、検査、行動管理などトータルでの、環境整備を行うこととしております。こうした対策を行った上で、選手と住民の交流は、入国後14日間は、選手との接触が生じない形、例えば練習見学などの交流を原則としております。そして14日を経過した選手とは、感染防止策を講じた上で、それぞれのホストタウンのニーズに応じた交流を実施することが可能となっておりまして、先ほどのそば打ちに関しましても14日以内はできないと、14日を経過した後のみできるというようなことを整理させていただいております。与党側からも本当かというようなちょっと反応が返ってきたかと思います。これねだから一回決めたら何があってもね止まれないっていう、もう典型の事業じゃないかと思うんです。皆さん本当にこれ今やるかどうか、与党の皆さんも今日聞いていただいたかと思います。特にホストタウンやってるのはかなり小さい町とかもありますから、これ本当にですね住民の健康を守ったり、やっぱり選手自身もしっかりと競技するというためには今じゃないと思いますので、これは私は中止すべきだということを、強く要請、強く申し、要請しておきたいと思います。